ツルツルにハゲたおじさんが手を挙げたんですよ。でお題どうぞって言ったら、お題はあのハゲでお願いします褒めてねって言うんですよ。いやハゲってお題で褒める謎かけが無理ですよって言ったら、褒めてよって言うんですよ。いやいやそれは難しいですって言ったら、褒めてよってすげえ言ってくんの。じゃあもうとりあえずやりますよって言って、佐賀県に JA 佐賀さんのイベント、行ってきましてね、 NBC ラジオ佐賀っていう放送局に山本さんって方がいて、年に1回僕をイベントに呼んでくれるんですよ。前もここで話したんですけど、僕にものすごいラーメンをご馳走するのに情熱を燃やしてる人なんですね。で軽く振り返ると、前回行った時は事前にうちの社長にあのメールでね、あの帰りにラーメン食べるんでお弁当なしでいいですかっていうのを送ってきたんですって。で社長が朝早いから本人朝食食べないと思うんでお弁当を用意してくださいって返したら、そうなるとね、お弁当を食べるとなると軽い方がいいですよね、その後のラーメンに響くんでって返ってきたんですって。どっちでもいいですよって送ったら、いやでも普通のサイズの弁当を食べると確実に帰りのラーメンに響いてしまいますっていうね。で社長こうメールしながら、俺何のやり取りしてんのみたいな感じになってたんですって。でその時も現地行ったら、第一声ですよ、第一声、根津さんラーメン屋なんですけどね、3軒まで絞ったんですけどね、まだ決めかねてんですよ、あのその前に仕事の打ち合わせしましょうっつってね、もうそういう人なんですよ。で今回もそんなやり取りを事務所としてんのかなと思って、うちの社長に聞いたら、あ今回そういう弁当なんとかっていうやり取りしてないよっていう話になって、で僕その山本さんすごい好きなんですよ、いいキャラしてて、でうちの社長も好きなんですね。で昔はあの呼んでくれるとうちの社長もついてきてたんですけど、いつの頃からか予算の都合でって言って僕だけしか呼ばれなくなったんですよ。だから佐賀の仕事決まるたんびにうちの社長が、いやたまには山本くんに会いたいな、一緒にラーメン食べたいよって毎回言うんですけど、で当日行ったわけですよ。11時15分ね、午前中、佐賀空港着きましてね、で飛行機降りて出口に行ったら山本さんが待ってて、あれさーんっつって、でその後にじゃあまず車までダッシュって言うんですよ。で走り出しちゃうんですよ山本さんが。え何と思って俺も後を追いかけてって、車乗ったらまずはラーメン屋行きましょうって言うんですね。いきなりってなって、12時過ぎると行列できちゃう店だから、もうさっさと行きますよ、俺が一番連れて行きたかった店ですって言うんですよ。あなるほどと、これ行ってすぐラーメンだから弁当のやり取りなかったんだなと思ってね。で一元さんっていうお店行ったんですよ。で行ったらもう結構お客さんが入ってまして、で豪華に全部のせラーメンを2人とも頼みましてね。でこれがめちゃくちゃ美味しかったんですよ。で卵黄が乗ってて、で山本さんにこれどのタイミングで食ったらいいんですかって言ったら、途中で崩して麺と絡めると美味しいですよって言ってましてね。で言われた通りやったら確かに美味しくて、ただ山本さん見たらレンゲに卵黄を乗っけて丸飲みしてるんですよ絡めないのって言ったら、いや口の中で絡めてますからとかなんか言っちゃって、で、食べ終わった、大満足で食べ終わって外出たらもう行列がすごいできてるんですね。本当に人気店なんですよ。で僕がラーメンの写真をツイッターにこう載せてたら、すぐうちの社長からメールが来ましてね、一言だけですよ、美味しそうなラーメンだねって書いてあるんですね。もう食べたくてしょうがない、もうそれは分かるので、それを山本さんに見したら、ああそうですよねつって、関口さんもお呼びしたいんですけど予算の都合でね、やっぱり関口さんが来るとなるとね、その分足代がかかっちゃいますから、だってね根津さん、どんなに根津さんがラーメン食べても、帰りの空港でどんなにお酒を飲んでも関口さんのね、その足代よりも安いわけですよ。だってどうです、関口さんも呼んでね、お酒とラーメンね、これ自腹になるのとね、根津さん一人来て食べ放題飲み放題どっちがいいですかって言うんですよね。迷わずね、あの今後も私のみでって言いましたね、そりゃそうですよね、でまあそんなのがあって、で車乗ってまた運転山本さんがして、ちょっと本番まで時間があるんで、あの NBC ラジオ佐賀顔出してくれませんかとね、あの池本も塩津もいますよって言うんですよ。あの前スタッフでお世話になった方ですよ。でああ俺も久々に会いたいですねなんて言って、で佐賀駅前にサテライトスタジオがあって、でこう外から手振ったらパーソナリティの人も手振ってくれてね。で隣の部屋のディレクターやってる池本さんと塩津さんもこんな手振って、で中入ってって久しぶりですねなんてわー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 喋ってたら、山本さんが生放送出ますって言うんですよ。いやでも勝手に出ちゃまずいんじゃないのって言ったら、いやパーソナリティやってんの局長だから全然いいですよ。
え、局長自らがパーソナリティやってんのって言ったら、それが NBC ラジオ佐賀ですって前言ってましてね。で、村山局長とあと青木里奈さんって方がパーソナリティやってて、青木さんはもう何度か僕イベントで会ってるんですけど、まあ10分ぐらい喋ったりとか謎かけをして出番を終えたら、山本さんがなんかすいませんね急に出てもらってって、なんかしらじらしいんですよ。さては最初から出すつもりだったでしょうっつってそうしたらドキッて言ったんですよ。こんな古いリアクションなくないですか。ドキッてやってましてね、あのまんまとノーゲラで出させられたんですけどね。でまあその後車乗ってイベント会場にね、まあ、行きまして、でステージが望月瑞穂さんっていう横笛の奏者の方の演奏の後僕のステージだったんですよ。で望月さんが演奏してるのを舞台袖から見たら、舞台からお客さんまで20メートルぐらい距離あるんですよね。え、何これと思って、間誰もいないんですよ。で山本さんにどうなってんのって聞いたら、なんか直前、イベントの直前までそこに机並べて JA の人がみんな会議やってたって言うんですよ。で机を取っ払ったらみんな後ろの席に移動しちゃったって言うんですね。これお笑いだと致命的なんですよ。一体感も作れないから。でもどうしようってなって、もう僕らはお客、僕はもうお客さんのすぐ目の前にこのセンターマイクを置くことにしたんですね。だから本来客席のところにこれをまあ置いたわけですよ。で結果これが大正解だったんですけど、で呼び込まれて出てって、いやさっきね、あの望月さんの演奏を見たら、あのお客さんまで果てしない距離あったから、あ、自ら近づいてきましたみたいなこと言ったら結構笑いにこうなりましてね。で漫談も聞いてくれるんですよ。あ、やっぱりこっちにマイク移してよかったなと思ってこうやってて、でいい感じで漫談が終わって、じゃあこっから謎かけやっていきましょうって言ったら、一人おじさんが帰ろうとするんですよ。で、え、帰るんですかって言ったら、あ、ごめん、この後予定があるんだ、寂しいですねって言ったら、じゃあこれあげるよって、おひねりかなと思ったら飴玉2個をで、ああと思って、ね、あ、でも本当に帰っちゃうんだ、飴玉は甘いけど世の中は甘くないですねなんて俺が言ったら、うまいね、じゃっとか、もうあっさりしてよ、あっさりしてますよね、もうスッといなくなっちゃいましてね。で謎かけ始めたら、謎かけのつるつるにハゲたおじさんが手を挙げたんですよ。でお題どうぞって言ったら、お題はあのハゲでお願いします褒めてねって言うんですよ。いや、ハゲってお題で褒める謎かけは無理ですよって言ったら、褒めてよって言うんですよ。いやいや、それは難しいですって言ったら、褒めてよってすげえ言ってくんの。じゃあもうとりあえずやりますよって言って、ハゲとかけて、ハゲとかけて今のやり取りと解く、その心は不毛だねって言ったんですよ、ね、そうしたらその人が手叩いて喜んでグーって言うんですね。褒めなくてもいいじゃねえかと思って何だったのあの褒めてねえわなんて思いながらね。で謎かけやってたらまた一人帰ったんですよ。でそれをこう目で追いながら、あのまた一人出て行きましたって、それがすごい笑いになるんですね。で、最後ね、あのじゃあ最後謎かけのクイズをやりましょうって言って、一枚めくってもらっていいですかね。ね、謎かけのクイズをやりましょう、正解した人にはサイン色紙プレゼントしますなんつって、で正解した方にじゃあ宛名どうしましょうって言ったら、その人がただのじいさんでって言うんですね。え、ただのじいさん、うん、ただのじいさんでって言うんですよ。でこう書きながら、今日は本当珍しいイベントですね、今まで経験してないことが連発してますね、帰る人に飴玉もらったりとかね、ハゲて褒めてくれとか、あとただのじいさんっていう宛名っていうねって言ってるところに、またそーっと帰ろうとする人がいるんですよ。で俺が見えてますよって言ってしたら、やべって顔して出てって、で色紙渡して、あの皆さんね、あと2分で終わるんですよ、なんで我慢ができないんですかって言ったら、もうバカ受けしたんですね。で終わったんですよ。したら山本さんニコニコしながら来て、もう完璧でしたねずしさんつって、いやネタ中に3人帰るってのは初めての経験ですよみたいなね話して、じゃあとりあえず空港行きましょうかなんて佐賀空港行って、飛行機まで時間あったんでレストラン行って、じゃあねずしさんもう好きに飲み食いしてください、もう どんなに飲んで食っても関口さんの足代よりは安いですからなんつってね、ラジオのギャラだと思っていただきますなんつってね。で僕いつも飛行機で帰る時って、飛行機の中でトイレね行きたくなるの嫌じゃないですか、近くなんの。だから大体空港でビール1杯ぐらいしか飲まないんですけど、もう山本さんだから楽しくなっちゃってちょっと飲んじゃったんですね。やっぱ場所柄ですかね、それが酒飲みの佐賀ありがとうございます。